日本ハム、上原健太が今年初のブルペンで35球、毎年エンジンがかかるのが遅いので早めに仕掛けて、日本ハムの9年目左腕、上原健太投手が、今年初のブルペン入りで捕手を立たせて35球を投げ込み、2ヶ月ぶりの傾斜だった。その割には投げられていると手応えを感じていた。昨季は自己最多に並ぶ4勝を挙げたものの、1勝目は5月30日。毎年エンジンがかかるのが遅いので、早めに仕掛けてと意図を説明。優勝を目指す上で、戦力としてやっていける1年にしたいと抱負を述べた。これにネットの反応は、昨シーズンは以前の一瞬だけスーパー上原くんではなく、長く安定したピッチングでした。今シーズン、結婚もして活躍してくれることと思います。やっと期待通りの力を発揮してくれそうで楽しみです。エンジンかかるのが遅かった、というよりは、上原が投げる試合は打線にも問題ばかりだった、という感じですかね。打線があれば、あと5つは勝てていたと思います。来季に期待したいです。もし上沢の契約がまとまらない場合はもっと競争が激化するね。この中から、かつてのダルビッシュや大谷のような絶対的エースが登場してくれると、上位進出が現実的になるね。